もしもし。もしもし、恵子さんですか？はい、そうです。マークですか？こんばんは。こんばんは。土曜日にアナさんとカラオケに行くんですが、恵子さんも一緒に行きませんか？カラオケですか？カラオケはちょっと。ああ、そうですか。残念です。じゃあ、また今度。うん。じゃあね。じゃあね。ユタさん、南魚沼市は綺麗ですね。あれは？あれは八海山です。綺麗ですね。ユタさん、写真を撮りませんか？そうですね。あ、すみません。写真お願いします。はい。いいですよ。はい、チーズ。チーズ？ええ、チーズ。あ、チーズ。ありがとうございました。グエンさん、来週八海山に行きませんか？山の上、綺麗ですよ。あの山の上？すみません、ちょっと。大丈夫です、ロープウェイがあります。あ、ロープウェイ、わかりました。はるかさんも一緒に？そうですね。あ、温泉、温泉に行きませんか？温泉？いいですね、ぜひ。来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買った？うん、カバン買った。そうか、僕はまだ決められなくて困っているんだ。そう、じゃあカップはどう？佐藤さん、コーヒーが好きでよく飲んでいるよ。でもカップはもうたくさん持っているかもしれないな。じゃあタオルはどう？よくスポーツをしているから。そうだね。じゃあそうしよう。ありがとう。もしもし、グエンです。おはようございます、ユタです。ユタさん、おはようございます。グエンさん、今日会いませんか？浦沢ガイドしますよ。今日？いいですよ。じゃあ浦沢駅10時大丈夫ですか？浦沢駅10時、はい、大丈夫です。じゃあ10時に。はい。明日どこで会いましょうか？駅の前の喫茶店、わかりますか？駅の前。はい、駅の前にホテルがありますよね。その隣に喫茶店があります。そこで3時に会いましょう。ホテルの中の喫茶店もいいですが、ちょっと高いですから。はい、わかりました。じゃあ3時に。